はい、はい、はじめまして、こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。おもてなしチャンネルです。いいね。始まりましたよ。始まりました。今日はみこさんスクール、みこさんスクール受講したいなと思ってます。体験、それって男でも受けれるの？まあ、実際は無理なんやけど森の宮にあります、大阪の徒歩3分、ほんまに近い。ほんまに近いわね、その願いの宮っていう。でも巫女ってどういうイメージ？マイケル、神社でおみくじ配る。まあそうやろな、おみくじとか言ったら看板娘とか、まあだからマスコットキャラクターって言ったらあかんねんけどまあな、看板娘的な感じやろ。だからそういうイメージやん。だから昔はまだ違うかったね、巫女って。そうなんや。まあ簡単に俺が調べたとこやけど、本来はシャーマンとか、イタコさん、とか、だから言ったらそういう実力のある城が巫女やった。まあだからこれ今から体験していきたいと思います。 OK OK Let's go Let's go 入ろう。本日、巫女さんスクールの、はい、代表、桃山清さんです。よろしくお願いします。お願いします。これ、みこさんスクールはなんでやろうと考えた感じですか？これですか？はい。そもそもは、あれなんですよね、このコロナ前までは、はい、海外のインバウンドの方に日本文化を体験してもらおうと思って始めたんですけれども、はい、コロナになりまして、はい、まあ、じゃあもう日本の方向けにスクールを作って、はい、巫女って資格はないんですよ。あ、ないんですか？はい、それを資格を作って、はい、ちゃんとお勉強してもらおうかなというので最初は作りました。巫女さんの僕簡単な説明させてもらったんですけど、僕らのイメージでは今現在ではやっぱ巫女さんってマスコットキャラクターというか看板娘とかそういうイメージなんですけど、はい、昔はシャーマンとかイタコさんとか、ね、そうです。なんかそういうのを巫女にこう下ろしてで、それを神主が通訳するみたいな。そうですね。だから今と今のやつと全然イメージが違いますもんね。はい、かといってシャーマンを作ろうとしたわけではないんですけれども、はい、はい、新たな巫女像っていうのを作ろうとします。ああ、コミュニティを作っていくっていうようなイメージで考えていただいたら。ああ、なので例えば今のイメージが山の上の神社の、はい、神聖なところにいる巫女じゃなくて、はい、里に降りてくる、もう我々の身近なところにいる巫女っていうのを作りたいということですね。はい、その巫女の精神を持つ女性を増やしていきたいという。初級、中級、上級があるっていうのをあります聞いてたんで、はい、初級コース僕はだから作法とかそういうのを受けさせてもらって、はい、上級になると多分もうお祓いができるような、うん、中級がお祓いできて、で、はい、上級は下の子を育てれるような、でこのスクールを全国、もっと言ったら世界にも広げれるような立ち位置になってもらえたらなと。あ、まあ、華道とか茶道とか同じような感じで作れたなと。へえー、すごいですね。巫女さんがそこまでできたらもう神主さん全然神主さんいらないよってことね。もうそんなこと言うなよ。逆にマスコットキャラまあでも皆さん本業があって、はい、で時にはこうやって巫女になって実際もできますし、普段は巫女の精神を持って社会で活躍するっていうような、はい、そういうようなイメージで考えていただいた。ただ本業が皆さんそれぞれ今ね50人ぐらいおられるんですけど、はい、すごいバラエティー飛んでるんですよ。いろんな職種の方がいる。でそれをお互い応援できるようなコミュニティを使っていくっていう。巫女を通じて、そうですか、巫女の精神を大事にする人たちだけで集まってそれぞれに本業がバラバラなんで応援していく。なんもう 年始とかめちゃくちゃ忙しくなりますね。あんま関係ないでもバイト の資格のない巫女たちが忙しいかもしれない。ああそうですか。ぜひでも、はい、受けに来てもらいたいなっていうのは、はい、もうぜひもう世界中行きますあとなんかお伝えすることは何か、まあ、でも僕のほんまにやりたいのは日本守りたいことなんですよ。真面目な話してしまうと。あ、そうなんですか。はい、だからこの精神を持つ子を増やすことで、はい、その精神に育つのがおそらく男性なんですよ。あ、はい、そういう女性に育てられるのが、はい、女性がもう言ったら言葉ですけど
ちょっとレベルが下がると男性がもっとアホばっかりみたいになるんで、あ、女性のがこう高まるとよりいい男性、そしてより子供にこう伝わっていくので、まず日本入りたいなということと、はい、世界中にスクールができたら、はい、リスペクトされると外から守られるじゃないですか。あ、日本が好き、はい、そういう人口を増やしたい。あ、それすごいですね。それが最終的にやりたいこと。まあ、停止感覚より絶対いいもんな。いや、尻に惹かれる方が、ね、こんな感じで、まあ、普通やったら、まあ、女性が受けれることを今回は僕たちも受けれるっていうことで、特別に特別に受けれるということで、まあ、先日を、ね、超えて、はい、そうですね。まあ、そんな感じで着替えましょうか。ね、はい、着替えたいと思います。はい、一応自己紹介で、私はあの桃山剛君。お願いします。お願いします。で、歴史君の担当が田村ってことです。よろしくお願いします。お願いします。神主君と呼んでください。通称神主君。はい。で、彼女は所作担当の奈美ちゃんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。します。せっかくなんで。はい、俺から僕、おもてなしチャンネルのベイと言います。よろしくお願いします。もう一回。モテラシチャンネルのベイと言います。よろしくお願いします。します。します。はい。私は通常ウォーキング講師と、サッカーの事務所で働いております武田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私マイケルと申します。お願いします。普通やな。何やったの。ムーンウォーク見せてもらっていいですか。さあ、ここでまず学びましょう。そういう女性を増やし、その精神を持って社会の活躍をしていくことを、これは1年後からの1万円なんですけど、これは費用をいただくが出てきたみたいです。わあ、着替えてきました。誰ですか？京子です。ベーコです。ベーコです。ベーコ。ベーコ。天口ベーコ。言って持ってるやつ。ベーコです。今から体験実技の方、はい、やってみたいと思います。清らかな心で。行ってきます。行こう。そろりそろりなもんそれ。まず見ていただきたいんですけど、歩き方、皆さん基本的すり足ですね。すり足だからといって、このままずる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 ってベタベタってペンギンみたいにベタ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 ではなくて、ちょっと吸って出したときにこの。その先、自然とこう出したら人間って上がっていると思うんですね。ただ、半歩ちょっと出したときに上がってくると思うので、上がったらポトンと置いていただいて、そしたら後ろのかかと上が自然と上がると思うんで、上がったらまた吸って出して、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 そうです、そうです。ただこれやるんですけど、吸って出して、吸って出してってたら、上半身もピコンピコピコピコって揺れてしまいがちになるんですけど、上半身は揺れないように、この足の内側、ちょっとこうエッジかけるじゃないですけど、内側を意識して、内側に力を入れていただくと、結構安定して、ピコピコピコなりにくいですね。ムーンウォークできるんであればムーンウォークの前バージョンみたいな感じですね。もうできてるこれ。なんでこれ。そろりそろり。そろりそろり。でね、女性の方で前にいらっしゃったんですけど、かかとのヒールの高い。
じゃあ次、はい、あのこの玉串っていうのを見たことありますかね、こういうの。これの、まあ、正式なやり方っていうのをせっかくなのでみんなでやってみようかなと思います。うん、でこのやり方なんですけど、何か巫女さんとして物を手に持ったりとかしてるとき、自分の息がこの物にかからないように、物にもよるんですけど、大体この目線の高さ、目と鼻の間ぐらいですね、自分の息がかからないところも止めていただくっていうことですね。でちなみにこのキーは榊です。榊ご存知ありますか？漢字わかります？わからないです。地辺に神、そう、海に書いて、はい、神様の木ですね、栄える木。ポで、
辞儀をして神様の方を向いてポンと座ります。何点ですか？50点で50点、55点。おっ、でもまあ足間違えたわ。あ、そうなら減点50点。2回も難しいですね。じゃあもう一回ずつ。もう一回ずつ。最後はもう何で、はい、サポートなしでいけると思う。おう。本番や。かけまくも賢きイザナギの狼、つくしのひむかの立花のお堂の、あはらぎの腹にみそぎ払え玉石時になりません、腹えどの狼たち、もろもろのまがごと罪けがれあらむをまえば、腹え玉え清め玉えと申すことを聞こえしめせと、かしこみかしこみを申す。賢きイザナギの狼のつくしのひむかの立花のおどの、あわらぎばらにみそき払え玉石時になりませる、払えどの狼たち、もろもろのまがごと罪けがれあらむおば、払え玉え清え玉えと申すことをひこしめせと、かしこみ、かしこみも申す。つながりください。だって分かってる、マスク無事やで。かけまくも賢きイザナギの狼、つくしのひむかに立ち花を、五のあはぎはらにみそぎはらえたまえしと気になりませる、はらええどのおおかみたち、もろもろのまがごとつみけがれあらんおば、はらいたまえいきよめたまえよもおおすことをきこしめせと、かしこみかしこみももおす。
賢みめっちゃ嫌で言うよ。そこね、よく聞くフレーズやし。そうですね。なんかどんどんな上に上がっていってんのかな。ああ、ヒットボンが。お疲れ様です。お疲れ様でした。今体験スクール終わりましたけど、ちょっとインタビューさせてもらいたいと思うんですけど、はい、このスクールのきっかけっていうのは、はい、あ、そうですね、あの私がちょっと話を聞いてから、はい、巫女さん の, あの精神っていうのが所作と、はい、そして心遣いとかそういったものを今後私が自分のビジネスとかでも世界に広めていきたいと思ってまして、はい、その時に日本人の心っていうのをまずベース学んでおいて、それでまあ広めていければいいなっていうので、最初にちょっとしっかり勉強したいなと思ったのが、いろいろ教えてくれましたもんね、今日とか、はい、あと感想をいただいて、はい、ほな、はい、私感想ですね。はい、今日は、はい、まあ、座学はすごくあの普段だったら習わないようなことをたくさん学べたので、はい、楽しかったです。はい、で、あの所作に関しては思ってる以上に結構難しくて、結構緊張しました。はい。はい。なんか見てるだけだと簡単そうとかできそうだなと思っていたものも、はい、こう決められた動きがあると結構難しいんだなっていうのをすごく実感しました。そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。あ、今日はそうですね、まあ新鮮さですよね。でもこれから女に変わらん限り受けられへんっていう、あ、そうやな。まあいい経験できたなっていう、歩き方がね、いつも僕悪いって言われるんで、そう、背筋がね今、まあ、のひしひしと痛んでおります。人生一の経験でした。ありがとうございました。次、最後僕で。京子。京子。そうですね。私は近いね。近い。まあ、私も、まあ、今日は巫女っていう形でやらさせてもらったんですけど、ほんまに普段体験できんようなことをやっぱし伝えれたかなっていうのもあるんで、でいろいろ勉強にもなりましたし、すごいなんか時代がちゃんと積み重なってるんやなっていうのもいろいろあったんで、今日はほんまにいろいろな体験させてもらってありがとうございました。はい、終わりました。終わった。面白かったな。本当に体験は旗から見ててどうやった？難しそうやなって、やっぱりここまでちゃんとやらんとって思いましたね。うん、きちんとやって、きちんと礼儀作法を学んで、それで、まあ、巫女さんやるって。やっぱりそれをバイトだけとか聞いてたんで、ちゃんと習ってやった方が全然感じ方も違いますし、ぜひ皆さんにやってほしいですね。うん、覚えといてもそうはないやろな。全くないと思います。これは、ほんま日本の文化が詰まってるような感じだったもんな。うん、ほんまに面白かった、今日は。でまあまあ、僕たちはたまたま受けさせてもらっただけなんで、男性の方は基本ダメなんで、基本的に女性の方なんで、まあ、詳細はこのここにリキトが乗せてくれるやろ、うん、バーンで今リンク出たと思うんでここですみたいな、うん、まあ、やってくれると思うから、まあ、今日はまたこのまま解散したいと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。面白いと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。右口、米の悪口。